コンビニ社労士安さやかのウィークリーコンビニラジオ皆さんこんばんは。ウィークリーコンビニラジオがスタートいたしました。パーソナリティは私、コンビニ社労士の安さやかです。今回で66回目となりました。本日も1時間どうぞお付き合いください。この後は高橋英樹さんとの対談もあります。さて今、アメリカの大統領選挙が非常にヒートアップしておりますね。 もう私たちとしては見守るといいますか見ることしかできないんですけれども非常に今回はもうバトルと言ってもいいぐらいの状況になっているのかなと思いますまあ今日の朝ですねあのバイデンさんが勝利を確信したということでその宣言をされていましたけれども、まあ、この結果がいつまで出るのかあの郵便投票の状況はどうなのかとかその辺で人によっては もっと年末近くまでずれ込むんじゃないかという人もいればもう出るだろうという人もいればまあそれぞれ今拮抗しているような状況なんでしょうかね、まあ、おそらく開票がもうどんどん進んでいるので近いうちにもしかしたら結果が出るのかなと思いますがまあどちらにこう決まったとしてもですねやっぱり日本全体の今後については、まあ、政治家任せではなくてやっぱり国民一人一人が。 考えていかなければならないのかなって思ってますもちろん国を動かすという意味で言ったらやっぱ政治家の方が中心にはなってくるもののまそれはやっぱ当事者意識がないと危険かなとも思いますねまあ各有私もそこまで政治の状況に詳しいわけではなくてやっぱり新聞とか携帯のニュースとかテレビとかそういったメディアを通して見ているところもあってでメディアってねもしかしたらこう 情報をちょっと操作されてたりとか、タイミングが違っていたりする部分も、まあ、あるなんて聞いたこともあるので、正しい情報をちゃんと見極めていけるようにしていきたいなというふうに思っております。ということで、この番組はウィークリーコンビニラジオです。 コンビニ業界の最新情報ですとか、コンビニに関わる方、例えば経営される方や店長さん、スタッフさん、そしてコンビニが大好きなユーザーの皆様が、あ、なるほど、そうか、役に立つなと思っていただける情報をお届けする番組です。皆様からのご意見、ご感想、ご要望をお待ちしております。FMGNO1 のメールアドレスは 797-at-fmgNO1.com もしくは私、コンビニ社労士安さやかのツイッターを検索、フォローしていただき、そちらに書き込んでいただきますと、私が直接見ることができますので、ぜひお気軽にお寄せください。よろしくお願いいたします。この番組は、三方よしの未来で見える未来、店舗支援システム絆ァでおなじみ、株式会社 CVS コンシェルの提供でお送りいたします。 さて、この cvs コンシェルさんの話をまたしていきたいと思います。昨日もですね。ちょうどまあ、ある研究会がありまして、そこに、まあ、今回のこの提供してくださっている株式会社 cvs コンシェルの代表取締役の松村社長とあとその他オーナーさんです。とかまあ、私ですとか税理士さんです。とか。まあいろんなその専門家の方。 が合計でで名ぐらいですねオンラインで集まる機会がありましてちょうど10月29日にその新たなコンビニの在り方検討会のフォローアップ会合が開かれたということで、まあ、その結果ですとか考察について話し合う機会が1時間ほどだったんですけどあったんですよねでそこでやっぱりその現役オーナーでもいらっしゃる松村さんのお話というのは本当にもうリアルな 声でした、まあ、それがどういう状況かっていうことは、まあ、ここでお話はしないんですけれどただやっぱり今コンビニのビジネスモデルは過渡期に来てるんだろうなっていうことをその中の共通認識として持ちました。まあ、今後のこの経済産業省が関わってでもっとそのコンビニの状況がもっともっと良くなっていかないとやっぱりその 亀面店のオーナーさんとかそこで働く人たちとか場合によっては本部の社員とか、まあ、そういったありとあらゆる関係者の方々がもしかしたらあまりいい状況にならないかもしれないとで全ての,そのビジネスモデルを一から見直すとまではいかないもののやっぱり今の,その課題になっているロイヤリティの部分ですとか その全体的なビジネスモデルについてあとはそのコミュニケーションですよね本部と加盟者の間のコミュニケーションこの取り方についてもいろいろと見直しをかけていく大事な時期なんじゃないかなっていうことを話していましたでそんな松村さん松村社長はその株式会社 CBS コンシェルという会社で何をやってるかっていうと いつもお話しさせていただいている絆アルファという仕組みを開発されて提供されていますで。どんな仕組みかと言いますと、例えば複数店を経営されているコンビニのオーナーさんや飲食店のオーナーさんいますね。でこの方がシフト、スタッフのシフトを作るとき、まあ、オーナーじゃなくても各店の店長さんでも責任者の方でもいいんですが、その方々がシフトを作るよってなったときに、まあ、通常は 紙でああでもないこうでもないとシフトを組んでいったりですとかパソコンが少し長けてるよっていう方はエクセルとかそういったパソコンのソフトで対応されることもあると思うんですよね。ただ、それでも結構アナログで大変だったりするということもあってそのキズナアルファってクラウドのシステムなんですけれどそこでですね例えば人件費の予算を立ててでその枠の中で どのように組んでいくかっていうようなシミュレーションが簡単にできるんですよ。でしかもシフトを組むときってよくあの手書きだと例えば定規とペンを用意してでビーっとこう横線を引っ張ってですね対応していくっていうこともあるかなと思うんですけど本当に指一本のドラッグで簡単にシフトが引けるっていうのがこの絆ァの強みになっています。なので まあスマホだとちょっと使いづらい面はあるんですけど、タブレットとかパソコンを持ちであれば、割と簡単にシフトが弾けるようになっていて、消すのも簡単だし、弾くのも簡単だしっていうことで、非常に好評をいただいているシステムなんですね。皆様の、の例えばシフト作りが仮にそうですね、2時間ぐらいかかる、1時間とか2時間ぐらいかかるとしたら、まあ、その3分の1ぐらいまで縮小できるという意味でも、非常におすすめの仕組みになっております。 月額5000円でで対応できますでこちらは複数店店舗があるよという場合は、それぞれのアカウントが、アカウント代が必要になりますので、3店舗であれば1万五千円という流れになっていますが、まあ、その5千円でね、とか、5千円かける店舗数で、今まである意味無駄にかかってた時間が短縮されるっていうふうに考えたら、じゃあ5千円とか1万五千円を違う形で、 稼げるように取り組んんだ方がいいいじゃないかなかって私は思うんですけどいかがでしょうか最近私の仕事だと請求書をあげるというルーティンワークがあるんですけど月末が月末とか月初で対応する時に昔は全部エクセルで対応してましてでその時に時時時間間間ららい3時間か4時間ぐらいかかかったんですよ何かっていうとメールで送ってった会社さんもあるんですけど ほとんどがもう紙の郵送で,で事務所に行かないとできないしなんか確認も押さないといけないしで印刷してでコピーしてコピーはまたゼリさんに提出するもので,で封筒を用意して封筒に宛名書いたり宛名シール貼ったりとかってやってたらですねすっごい時間かかってても憂鬱だったんですよ。なんかお金をいいただけける元なんですけどすっごい憂鬱で、すすど、っご憂鬱 で私あんまり事務作業好きじゃないしいや無理だと思ってたんですけどなんとあのみそかっていうですね弥生給与とかで有名な弥生さんのソフトを入れたんですよクラウドのやつそしたらそれ全部メールでこう対応するのが主になっていてであとは人によってはもちろん郵送サービスも使えるしなんか PDF だけでこうダウンロードすることもできるし CSV で吐き出すこともできるしっていうことでですね もう3分の1ぐらいにその作業が短縮されてで、移動しながらでもできるっていう、もちろんパソコンがないとできないんですけど、まあ、それでメールアドレスも登録してあるので、本当になんかもう、ものの1分とか2分ぐらいで請求書が発行できるようになって、非常に楽になったんですよねで。もちろんこのソフトを使うにはお金が必要ですけれども、でもそのお金は別に、正直言って、そこまで大した金額じゃないので、 まあ、お金をいただける動きを取った方がいいわけですよしかも恒常的にということもあって、まあ、今それを使わせていただいてます、まあ、それと同じ感じかなと思うんですよね。まあ、先立つものに対して注目をするというよりは長い目で見た時の,その効率とか効果的なやり方を検討していった方がいいんじゃないかなっていうふうに思っていますので是非皆さんも「絆ァで検索していただいて。 パソコンやスマートフォンなどでどんなシステムなんだろうなっていうのを一度見ていただけたらと思います。また無料体験もありますのでよろしければその絆アルファの専用サイトにアクセスをしていただいてお申し込みをしていただければと思います。もしくは私に言っていただいてそうすると松村社長とおつなぎすることもできますのでぜひぜひお気軽にご活用ください。ということで CM 明けは高橋英樹さんと私の対談をお届けいたしますココンンビビニニーー安ウィクリラジオあなたの人生に輝きをたくさんの仲間に出会える場所人生の喜びを発見できる場所それがベタニア・チャージです 苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。九八八四七八二、沖縄ベタニアチャーチ。交通量が多い、字幕付きの映像で目に止まる。浦添市ぐすくま五十八号線沿いの大型ビジョンで、あなたのお店、イベントなどなど、PR しませんか。お問い合わせは、レイ四五。六七レイ、七六四レイ、ぐすくまタウンビジョンまで。 ギノアンヒルズ通り救命デイゴ通りにはいろんなお店がショッピングカフェ飲食雑貨そして絶景の夜景スポット新しい「宜野湾」の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り四天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道あなたの大切な方のお見送りを一緒にお手伝いさせていただけませんか大切な人の最後だからしっかりやりたい 電話番号は安心・事前のご相談は葬儀社進化へ「ムービン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 引っ越しするならムービング・ムービング・ムービンムービン県内・県外・ムービンお部屋の片付け荷物の預かりムービング・沖縄引っ越しセンター」「012049-7755」 ムービにけた手作りのお味噌をシフォンケーキで検索しく包むく味噌みそやが作るみそシフォンケーキ八重瀬の夢工房コンビニ社労士やさやかの「ウィークリーコンビニラジオ」。 では、ここからは、経営コンサルタントの高橋英樹さんにご登場いただきます。英樹さん、こんばんは。こんばんは、高橋英樹です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、11月になりました。早いですね。あともう2ヶ月。ね,ねえ、<う>今年はいろいろありました。はい、いろいろありましたね。うん、一番は、一番はやっぱ感染症でしたけどね。もうこんな年になるって誰が予測してたんだろうみたいなね。去年の今頃とか。どうですかあれ 誰一人予測してなかったと思いますよオリンピックがあって、まあ結構、海外の方からも大勢ね、うん、はい。で、人と越しになって、まあ賑やかな一年になるだろうなと。そ,そんなイメージでしたよね。いや、本当に、そんな感じでした。うん、だから、まさかね、なんか、こんな風に <laughs>、人と会うということに対して抵抗を感じる、人が出てくるとか感じるようになるっていうことが、うん ま,まさか怒るなんて思ってもいなかったです。そうですよね。うん、あの、なんていうんですか、こう、オンラインでこうやってお話をしたりとか。はい。ね。対面じゃなくて、コミュニケーションがこんなに取れるんだということも気づいた一年だったかもしれないですね。そう,そうですね。なんかあの、ズームもそうですし、今私たちも遠隔で話してますけど、こういう、 音声でやり取りができるようなツールとかさまざまなものが開発されたというよりはもともとあったものがなんかフィンチャーされて、うん、でそれがさらに進化して使いやすくなっていろんな人の,その手元になんかやってきたというか、ね、それを使,い、はい、使える人と、うん、そうじゃない人と、うん、あ差が出ちゃってるということもリテラシーなもんだよね。 そうそうそう。そう。ちょうどね、先週の放送の、放送の時も、その話ちょっとなりましたけど、やっぱ便利になりすぎると、それについていけなくなる人が出てくるっていう話がね、うん、ありますからね。うん。だから、なんでしょうね。すべて便利に、その、追いかけなくてもいいとは思うんですけど、でも、せっかくこういうオンラインでやり取りできる仕組みがあるんだったら、 有効活用した方が、なんかいろいろ仕事も、なんか遊びもいろいろうまくいくなって思ったん、うん、確かに。そうですね、うん。そう。一番やっぱりすごいなと思ったのが、そのオンラインになった、そのミーティングがオンラインになることによって、なんかどこからでもできる。その家だけじゃなくて、仕事場だけじゃなくて、そのなんかどっかに集まるとかじゃなくて、例えば出張先とか、 んでしょう。旅行先とか。うん、うん。いろんなところからできるっていうのが、すごいなって思った。そうですよね。うん、まあ、あの、そういった便利になった反面、対面の良さとかね、リアルの大切さみたいなのも、より実感するようになりましたよね。そう,そうそうそう。なんか、やっぱり、その、私も、お客様とお話をする機会は多いんですけど、やっぱり、基本オンラインになりつつも、やっぱり、 なんか大事なことを話すには対面がいいよねってよく話してるんですよね。うん。ねうん、かその場で同じ資料を見て、で、ああ、なるほどねって、ここ大事だよねとか、これ修正しなきゃいけませんねとか、なんかそういうやり取りもそうだし、他愛のない話っていうんですかね。うん、そのちょっとしたなんか言葉のやり取りは、うん、オンラインって、やっぱりちょっとなんかオンライン を超えられないんだな、みたいなのってありません例えばなんか、ズームとかなんかよく起こるのが、その通信速度による、まず遅れ。なるほど。会話の遅れもそうだし、うん、あとは、同じタイミングで、こうやって喋ろうとすると、なんか声が消えるとか。はいはいはい。かぶったらね。そうそうそう。はい、とか、 そういうのってやっぱりちょっとずつストレスを感じてしまうんですよ。うんうん、でも対面ってそれがまず起こらないじゃないですか。うん、まあ今はお互いがその感染しないようにみたいな対策をとりつつもでも普通に会話ができる喜びをですねなんかたまにこうやって対面で話すると実感するんだよなと思いながらないますひでさんどうううすかそういうのって、ま、結構あります。 うんまあ、確かに、まあありますよね、それはね。私たちが活用してきている、まあ、BNI の交流会だって今、交流会じゃないか、ミーティングだって、まあ、オンラインになって、なんか会う人はすごいやっぱりリアルでも会うし、何かちょっとやりとりにそごっていうか、ちょっとしたハプニングとかトラブルが発生した時は、 もう本当対面で会って話した方が、なんかお互いの誤解が解けたり、なんかもっと理解が深まったりするなっていう、ええ、確かにありますね、うん、やっぱりリアルの、ねはい、良さもあるし、まあ、この間ね、僕、あのそういえば、あのー、ハロウィンがね、うん、ハロウィンが、うん、あのどうなるんだろうと思って、ちょっといろいろあちこち、街中動いてみたんですよ。 あ、そうなんだ。はい。でもねあの、去年までとね、うん、街の雰囲気、打って変わって、うん、去年の,、ね、あの10月31日とかは、電車の中とか、うん、すごいそのもう仮装した人はいっぱいいたんですよ、あの移動するために。<あ>特にあの、はい、私住んでるところ、渋谷に行く沿線なもんですから、うんうん、もう電車すごかったんですよ。うん。うん 中の駅なんか自由が丘でも降りる方も見たりとかするんですけど、だけど今年はね、はい、全然いないんですよね。人があの仮装してる人が。仮装してる人がもうなんかね、そのブーム去ったのが何なのか、もうあまああの渋谷区がね、あのはい、来ないでくださいとか、家で楽しんでくださいってやってるせいかもしれないですけど、はい、いわゆるこうなんか派手に仮装してる人たちがの数がもうめっきり減ってるという。うんおう 逆にね、仮装してる人浮いてる感じはしましたね。いましたけどね、し <laughs> てる方も。なるほどねあ。みんな仮装しない。いわゆるあの、あれです大人の人が仮装するっていう。うん、子供さんはなんかね、あの、可愛い帽子かぶったりとか、うん、そういうのはね、ほっぺたに何かつけてるのかっていうのはありますけど。うん。はい。もう変わったなとっ感じしましたね。なるほど。うん、え、人のなんか流れっていうか、その、 人ごみの、なんていう度合いっていうのはどうなんですかえっとね、ええー、銀座新橋あたりも行きましたけど、人自体はね、あのー、うん、まあ増えてます、ね、まあ全盛期よりは少ないかなって気がしますけど、まあそれでも、まあ、密に近い状態にはなってますよね。もう、密、ね、が入る人がいたりとかしますよね。うんうんうん、なんか、私、あの、昨日渋谷、なかなかそういうところってちょっと怖くて寄れないんで、なんか、Facebook の、 お友達の写真見てたんですよ。うんうん、確かに仮装してる人あんまりいなかったですね。うん、で、人はめちゃくちゃいるんですよ。うん、めちゃくちゃいるんだけど、仮装してなんかわわーーキャーキャーやってるような人っていうのはいなくて、で、あの、近くに私のお客様の店が、コンビニがあるんですけど、うんうん、やっぱり去年ほどじゃないねって話を聞いた,かったね。うんうん 結構、日本人ってそのブームに乗るのも早いんですけど、うん、結構去るのも早いかもしれないですね。うん、ああ、確かに。うん、うん。すぐ飽きちゃうというかだから、あの、ボジョレーの時もね、ボジョレーってもって生やして、ぐワーって盛り上がるんだけど、そうじゃなくなったら、うん、一部の人はね、ボジョレーって楽しむんだけど、下がっていく。だから、あの、ハロウィンも一時の盛り上がりはすごくあったんですけど、まあちょっとそれが、あの、社会問題化して、うんうん、ちょっともう飽きちゃったなという感じになるのか、 今年はコロナだからっていうことで、また来年盛り上がるのかっていうのは、まあ、どうなるのかなっていうのはこれからのあれですね。そうですね。うん、うん。なんでしょうね、なんか、このまま、いや、またなんか、このハロウィン熱が再燃するのかっていうと、なんかそんな感じあんまりしないような気もする。<laughs> わかんないですけど。まあ、あの、仮想とかの方向性がね、ちょっと違う方に行っちゃったんでしょうね。本当はもっと楽しめばいいんだけど、何かこう、ちょっとこう、まあ、 怖い感じのほうに行ったりとかですね、なんかこう、<ー>ゴミの問題だったりとか、うん、あの、まあ、お店に対する営業妨害的なことがあったりとかっていうですね、うん、まあ、本来なんか盛り上げようということとはちょっと違うことの方に行き過ぎたのかなっていう、こう、本、うん、パーティーとかで楽しむレベルだったらね、いいのかもしれませんけどね。確かに。そうですね。 いやうん、なんかそう、そこらへんが結構、社会問題にはなってたので、まあ、その意味では、ある意味、このコロナの状況になって、いろいろと皆さんがその行動を見つめ直すきっかけができて、それが結果として、まあ、その収束って言っていいのか分かんないですけど、その無駄にわーっとこう盛り上がる、それが落ち着いたのかなと思って。集まってなんかわーっと盛り上がるっていうことが落ち着いてる。うん、だから この流れでいくと、この忘年会とか、クリスマスパーティーとか、はい、こういったところがどうなっていくのかっていうことですよね。もうちょっとこう、う少人数で、えーうん、ホームパーティーだったり、あるいはオンラインで楽しんだりという流れになっていくのか、うん、まあ、あの、ハロウィンとは別で、えー、忘年会は忘年会で、まあ、しっかり盛り上がっていくのか、このあたりがどうなっていくかでしょうね、流れとしてね。そ,うねまあ、そんな中、あの、やっぱり増えてるんですよね、はい、コロナ あの、感染者数はですね。いやそう。ええ。あの、世界的に見ても増えてるんで、ちょっとこの、はい、おまあ、動きでですね、まあ、重症化してる人があの少ないっていうのは、あの、幸いなんですけども、はいまあ、あの、世界的に見ると、ヨーロッパとかアメリカとかまたすごい増え伸びてるんですよね。あの、春どころの騒ぎじゃない伸び方をしてるので、うんうん、過去最大になったという情報もあって、もう一回、あの、ロックダウンっていう話がですね、 あの、イギリスで始まったりとかですね。はい、あの、ここの流れがまた、あの、アジアの方にも来ないとも限らないわけですから。確かに。はい。特にあの、冬に入ってインフルエンザも流行る時期にですね、うんえー、広まるのかどうなのかっていうのがちょっと気になるところですよね。いやそうですね。だから我々もあのビジネスしてる上では、それを想定しとかないとですね、うん、また、あのー、リアルに動けなくなったみたいなことが。 起ここりるる可能性があとといいううでですすねいや本当にそななんですよなんかその春の状況っていうのは本当に誰もが予想してなかったっていうのもあるし急に起こったっていうのもあったのでそれは対処しきれなかった人っていうのは、まあ、いたと思うんですねたくさん。でも今回は予測できてるわけじゃないですかある程度。どうなるかわからないけどもしかしたらっていう最悪の事態をある程度想定できる環境にはなってるので。ここでで何も動かかなないでなんか 今のま,ままの通りにやってたら、もしかすると本当に、まあ、業績的にも動き的にも厳しくなってくるかもしれないですよね。なので、そこをちょっと見据えて、あの手を打っておくということが必要だと思いますよね。うん、だから、コンビニの場合でいくとあの、お客さん、コンビニは営業できますから、あの仮にです、ね、外出禁止になっても。うん、そういったときに、まあ、4月、5月の状況を踏まえて、 まあどういったシフトを組んだり,たりとか、どういった売り場にしていかないといけないのかっていうのを見直していく時期かもしれないですね。ですね。変化、うん、に対応していかないといけないっていうのは、まあ、ますます重要になってくるかなと思いますね。本当にそうですね。業種によってはね、飲食もそうですし、旅行もそうなんでね、GoTo が今伸びてたりとかって、GoTo のおかげでね、あるかもしれませんけど、うん、映画館にもちょっと行ってきたんですけど、映画館はい。映画館はですね、逆にね、うん、ガラガラでしたね。 あのね、あ<れ>僕は見た映画かもしれないです。鬼滅の刃はもう、あの、うんえー、シネコンなんですけど、12スクリーンあるうちの8スクリーン鬼滅の刃という。おお、うん、すごい、ちょっとず時間差でやってて。はい、えー。まだ見てない。見ましたあやさんは。見てないんですよ。いや、<う>でもね、うん、みんなハマ,ハマってるし、いや、なんか、あの今までアニメとか漫画とかを読んだことがない人が映画だけ見てハマったって言ってるんですよ。うん 見ようかなと思ってます。私も。ね。うん。まあ、僕は、あの、そういう流行りもんも仕事から見るんですけど。まあ、そうではなくて。うん、テネットという映画を見てきましてですね。うん、はい。あのー。面白い映画でした。というか、難解な映画でしてですね。何の映画が。<laughs> テネット。T A T e N e、T って書いて、うん、テネットって読むんですけど。まあ、いわゆる、解文になってるんですね。はい。かい っていうのは上から読んでも下から読んでも同じ、うん、山本山とかねーとかと同じテネットっていうのはそうなんですけどあの<え>時間が逆行していく映画なんですよ、えー、でタイムマシン的な映画は今までもあったんですけど、うん、お同じ時間軸にいて時間を巡行する人と逆行する人と、うん、スクリーン上2つ出てくるっていう,う複雑です、ねうん、ちょっとアクション映画スパイ映画的な 007にいた感じなんで、例えば、あの、銃を発砲したら、普通前に弾を飛んでいくんですけど、逆になってくるんですね。<ー>はい。こととか。<ー>あの、カーアクションシーンがあるんですけど、すごいですよ。カーアクションシーン。前に向かって走ってる車と、その逆行してる後ろに向かってくるとですね、あの、入り乱れたカーアクションシーンがあるんですけど、見てて複雑な、あの、感じですよ。違和感。えー 奇視感がないんですよ。違和感しかないんですよね。奇視感ない違和感しかないそう,そうそうですね。車を運転してて、逆,逆走してくる車いたらめっちゃ怖いじゃないですか。怖い怖い。でそれ、その中で、あの、逆行する人と巡行する人がカーアクションするというな、うん、そんな映画なんですよ。すごっ。えー、なんか、ちゃくちゃ効率的にはね、あの、第3次世界大戦が未来にあって、うん、その未来の人たちが、 あの破滅を回避するために、過去の、過去に、いい情報とお金を送って、それを回避させるというような、そういうストーリー。ー金塊を送ってですね、回避させる。<い>そういうストーリーなんです。<ー>で、その武器商人たちが暗躍してて、武器商人としては、その、えー、武器を売りたいと。<ー>で、それを止めるのが CIA の。 まあ組織が止めるみたいな、うん、そういう壮大な話なんですけど、うんはい、まあいろんな国が出てきてですね、いろんなところで、あの、都市が出てきますね。オスロが出てきたりとかですね、インドが出てきたりとかですね、うん、ベトナムが出てきたりとか、うん、あの、いろんなところでロケをしたみたいですね。すご、はいはあ、すごいなんか壮大なあれですね、映画ですね。 だけどね、これ、一回見たらね、意味わかんないなと思って、もう一回見に行こうかなと思ってるんですけど。うん。はい。で、あの、いろんなシーンがですね、結構説明なく、バン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 って切り替わっていくんですよ。それにうまくもこう、監督素晴らしいなと思ってるんですけど、あの、うん、うまく釣られて、こう、入り込んでしまうんですね。へえ<ー>、はい。自分がその中で、こう、時間が進んでいったり、逆行したりみたいな、そんなことを言うような映画ですね。わお ああなんかすごいあの時系列とか考えてみてたらなんか本当混乱しそうなやつですね <laughs> そうなんです。だけどこ、なんかね、あのー、んか爆破シーンとかあのそれが迫力すごいあってですねやっぱりあの大スクリーンで見る映画館で見るのがいいなーっていうふうに思いますね。ああそれなんかわかるなーああなんかやっぱりそのブラブラッカン感じゃないや液晶で見るなんか、うん、テレビで見るね。 あの映画と映画館で見る映画って全然迫力違うじゃないですか。うん、音も映像も大きさもなんですけど、あとなんかやっぱりその周りの見てる人のなんかはってこう息を飲む瞬間とかね、なんかそういうの一体感が感じられるっていうのはすごい映画館の醍醐味だなと思います実はね、私が見に行ったのは、まあ、あの平日の夜だったんですけど。はいあの どうも、ねえー、僕は一人貸し切りかなと思ってずっと座ってたんですね。うん、でもう一人いたみたいなんですけど、結構広い,広いあの映画館で、だもう周りの息遣いとか全く関係なしでですね、独占で一人で、はい、見てたんですけど、めちゃくちゃいいじゃないですか。めちゃめちゃいいですね。いね一番いい,い,いですねあ、あのー。ちょっとこうなんか、ね、食,べな食べ物食べながら。ねうん お酒飲みながらちょっと音出してても周りに迷惑なんないというような格好で。<あ>うん、それ最高でも、このタイミングでね、この映画を公開に踏み切ったっていう、こう、ワナーなんですけど、うん、配給会社も偉いなと思いましたね。うん、普通だったらあの、あ<ー>お客さんが入るときに延期して、うん、そこからやろうという考え方になると思うんですけども、うん、このタイミングでし,しっかり公開しようと思ったのは素晴らしいなと。だから、時間は戻れないよっていうようなね、 あのー、あまあ、なんか、メッセージも、まあ、もしかしたらあるのかな、みたいなことも感じましたけどね。うわ、すごい。うん、時代はこうですよ、もうこうなったら以上は時間戻れませんよっていうことを言いたいのかなっていうのも、なんか感じました、ねうん、ああ<ー>、それは深いメッセージですね。うん、なるほどね。私、まあ、だし世界全体で今、そういう動きがあるみたいな、各地の、なんでしょうね。なんか、それぞれの。 迫力じゃなくて、状況とかをなんか見るっていうことの大切さみたいなのもなんか知り、知、ね、コロナになって、やっぱりあのもう世界が止まったり、分断したりとかですね、いうことがあったり、お互い助け合ったりとかしないといけないと、中で、まあ、あのこう映画の中でも出てくるんですけど、武器商人が暗躍してくるんですけど、はい、今、の武器がね、いろんな国を、うん、兵器をいっぱい買ったり、売ったりしてるんですよね。 今までの何倍もですね、武器を買ってる地区があ,あるわけですよ。特にあのインド洋あたりの国はですね、はい、アラブとかですね、インド洋近辺の国は結構今、あの武器を増強していると、まあ、日本もそのうちの一人ですけどね、太平洋側では日本が増やしてるんですけど、ちょっとそういう意味では、あの一見平和のようでいて、 うん、まあ何かあってもおかしくないっていうようなことが起こるかなっていうのもやっぱりありますよね。う、うん、中国の状況、アメリカの大統領選挙の状況、それから、えー、中国の国内の状況、うん、朝鮮半島の状況とか、うんうん、とトルコのあたりもそうですもんね。うん、そ,うそうですねあ。地震もありましたからね、うん、そうそう。だから、なんか、あれですけど、日本に住んでて、でその、 日本のことだけに注目していると、本当にそれこそ、世界になんか残されていってしまう、世界に取り残されるというか、なんか知らない間に本当に何も知らない人になっているなんていうことがそうなんです、だから30年ぐらい前まではですね、日本の,あの企業が世界の、えー、ランキングにも上がってきてたわけですよね。 そうですね。うん。時価総額ランキングとかにも上位にいたと。はい。うん、なんですけど、今はもう見る影もないですからね。ね気がついたら、えー、アメリカの GAFA、うん、中国の IT 企業が上位に占めてるという形ですね。うん、産業自体がもう変わってきてしまってるということが起こってますよね。確かに。うん。そう。だからなんか、なんでしょうね。こう あんまりそういうところに意識をしないでで例えばテレビのニュースとかそう,そういう情勢を見た時にえこんなにこの国って発展してたのみたいな声を上げる人っていたりするんですよ、うん、私も結構そういうふうに感じてしまう時もあってあまだまだ全然なんか視野狭かったなってその時気づくんですけど、うん、なんかもう本当にそういう世界全体の情勢を見ながら自分たちの例えば仕事もそうですし周りの お客様じゃなくて、まあ人、周りの人の動きもそうですし、見て、これからどういうふうに事業も展開していくかとか、どういうふうに生活していくかっていうのをやっぱり捉えとかないと怖いなと思いましたね。あのテレビなんか見てるとね、BS の,、うん、の世界のニュースとこの辺はあのよく,よくチェックしてあの、他の国のニュースでどんなことやってるのかなっては見るとですけ普通のその、 なんか、こう、あ、大事なことが見逃してる、し,しまうよな、みたいなね、ことを思っちゃいますよね。うん、あの、芸能人の方がひき逃げしたとかですね。うん、うん。なんかそういう話をずっとやってたりとかですね。うん、はい。それが、あの、まあ、ワイドショーだったらまだいいんですけど、普通のニュースの時間でもやってたりとかですね。うんうん、もうちょっと大事な話もあるんじゃないのかな、っていうふうに思いますね。そうですね。 まあ、娯楽とかはたまに見るのもいいですけどやっぱり見すぎるとそれはそれで本当に大事なこととかこれから起こり得ることに気がつかないまま一日を過ごしてしまいそうな気がします、ねうんうん。そういう目線はそうですねなんか事業経営者であればやっぱり知っておいた方がいいと思いますしまあコンビニラジオなんでコンビニに触れれば。 オーナーさんもね、やっぱりそういうところに少しでも目を向けられるようなが必要かなと思ってまして、ちょうどあれなんですよ、昨日う、まあ、今私、大阪出張中なんですけど、この大阪のお客さんのところにお邪魔したんですよ、結構久々に。でそしたら、そのオーナーさんも言ってたんですよ、やっぱコンビニのオーナーって、みんな視野狭いよねとかって。 まあ俺も人のこと言えないけど、でもやっぱりなんか全体的に視野狭いように思うんだよねっていうことをポロッと言われたんですよね。うん、それがすごい印象的で、やっぱりそうなんだなって、その現役の方もそういうふうに感じられるってことは実際にそうなんだろうなっていうふうに私も捉えたんで、なんかもっとその視野を広げるっていうところを自分もなんか 関わっている方に対してご支援できたらいいなって改めて思いましたね、はい、はい。ということでありがとうございましたコンビニ社老子安彩香のウィークリーコンビニラジオあなたの人生に輝きをたくさんの仲間に出会える場所人生の喜びを発見できる場所 それがベタニアチャージです苦しんでいる人悩んでいる人一度訪れてみてください988-4782沖縄ベタニアチャージ交通量が多い字幕付きの映像で目に留まる浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店イベントなどなど PR しませんかお問い合わせは0 4 5 6 7 0 7 6 4 0 3 6 0 ぐすくまタウンビションビョでギノアンヒルズ通り救命デイゴ通りにはいろんなお店がショッピングカフェ飲食雑貨そして絶景の夜景スポット新しい「ギノわンの楽しみ方がきっと見つかるギノわンヒルズ通り四天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道あなたの大切な方のお見送りを一緒にお手伝いさせていただけませんか 大切な人の最後だからしっかりやりたいそんな願いを叶えます電話番号は892-8688安心事前のご相談は葬儀社進化へ 沖縄引っ越しセンター「0120497755」「ムービング沖縄」で検索「君の心に溶けた手作りのお味噌を」「シフォンケーキで優しく包む」「く味噌加工しょゆ味噌屋が作る味噌シフォンケーキ八重瀬野。 コンビニ社労使、安さやかの、ウィークリーコンビニラジオ。さて、この番組も後半に入ってまいりました。対談いかがだったでしょうか。さて、最近ですね、コンビニ絡みで言うと、昨日もちょうど先ほど冒頭にもお話しした通り、研究会というのがあって、コンビニの今後を考えるというところで、いろんな専門家の方や現役のオーナーさんが、 集まったんですけどで、それ以外にもですね、昨日はお昼に私のクラウドファンディングにご支援いただいた皆様のリターンをお返しすることをスタートしたんですね、いよいよ。で昨日ちょうど YouTube の撮影動画の,そのインタビュー動画をひとお一人目撮らせていただいたんですけど、 で最後にそあ、その方のお話をいろいろお聞きした上で、例えばお仕事の話とか、ご経歴の話とか、まあ、それを聞いたのに加えて、やっぱりコンビニ社労子の YouTube ですから、コンビニに対する思いとか、コンビニ業界への要望とか、まあ、そういったところをですね、お話ししていただく予定で今進めているところです。でちょうどその時におっしゃってたのが、 クラウドファンディングの達成支援をされている小西浩二さんという方だったんですけど、小西さんがですね、やっぱり人がいることの喜びとか、あったかみとか、安心さということをお話しされてたのが印象的でした。今は、確かに友人のコンビニが非常に多くありますし、まあ、それが元々のビジネスモデルですしね。で、まあ、最近また少しずつ、 その無人とか精進コンビニというのが増えてきていますし、各社でもちょうど先週ですか、対談の時にお話をしたミニストップさんの無人店舗とか、そういったものが少しずつ広がりを見せている中で、やはり人にありがとうございましたとかいらっしゃいませとか、そういう言葉をかけてほしいということをですね、お話しされてたんですよ。 で私もお店に行った時っていうのはもうだいぶ前ではあるんですけどもう10年近く前なんですがその時にやっぱり毎日お買い物というよりは店員さんに話しに来る人がいたんですよねお客様でもちろん忙しいとちょっとあんまり長話できないなと思うことはあれどそういって毎日来てくださるっていうことが一つの安心材料になってたんだろうなと でその方女性だったんですけど、あの、すごい巨人ファンで、でその、試合の結果とか動きとかをですね、こと細かく話してくれるんですよ。私あんまり申し訳ないことに野球詳しくなくて、聞く一方だったんですけど、もう私か、あと何人かを見つけて話をしてくれる人がいたなーっていうのを思い出して、やっぱりそれは人のならではの温かみなんだなっていうことを強く実感した次第でございます。 えー、例えば今もいろんな無人コンビニのお話があったりとか、今朝もニュースでその無人コンビニが高輪ゲートウェイ駅でしたっけその山手線の駅に出てくるっていうことで,で、どんな記事だったかっていうと、アイラドットだったんですけど、えー、とタッチトゥーゴーという無人 AI コンビニですね。 略して TTG というそうですけど、店内のカメラやセンサーが来店者を追跡、手に取った商品を認識して、決済する商品がレジで自動表示されるという仕組みなんだそうです。これって、ある意味すごいことですし、人を返さないということもあるので、人件費がそれほどかからないというメリットもあります。でこのタッチ 2Go の商品 認識率が90%超で、仮に認識できなかった場合、商品については、お客様がレジ前のバーコード読み取り機で認識をさせるという。まあ、これは、あの、スキャンをするという行動は必要ですけど、それをお客様自身でやっていただくというところですね。なので、まあ、すごくこれが流行るだろうなんていう記事になっていたのかなと思うんですけど、 まあそれがすごくいいなっていう人もいれば、やっぱり人がいた方がいいよねとか、まあ万引きとかその飲み物に何か毒を入れたらどうするんだとか <laughs>、いろんなコメントがですね、ついてたんですけど、まあ、それはそれでとっても仕組みとしては素晴らしいなと思うし、でもやっぱり人の温かみはあった方がいいんじゃないかなっていうのが私の持論ですね。ちょうど少し前にローソンの 今の竹増社長がお話しされてましたけどその無人化を目指すわけではなくて精進化を目指すんだっていう話をされてました私は結構この考え方が素敵だなと思ったんですけど例えばレジもお客様にやっていただくそのセルフレジの仕組みを導入させてシステム上はどのお店でも基本的にできるようになっているとでなかなかローソンいろんなお店行っても 本当にその1台、レジのうちの1台をセルフにしてるところもあれば全くしてないところもあったりしてですね個人的には2台あったら1台特に平日のお昼とか少しゆったりとした時間帯はセルフにしておいてもらえるとその店員さんの手を煩わせなくて済むのになとか思うんですけどでもそういうふうに一部のところをお客様にやっていただくことによる人はいるんだけどもその人が。 スタッフさんが必ずやらなきゃいけないっていうシチュエーションを作り出さない。精進化という考え方が、まあ、とてもいいなと思いました。で、結局買い物するっていう行動は友人だろうが無人だろうが一緒なんですけど、例えばセルフレジを一台設定しておけば、その間にその他のスタッフさんが例えば一人だったとしても、その一人の方は品出ししたり清掃したりっていう他のことが、あと発注したりとか、 他のことができるようになるっていうメリットがあるんですよね。でそうすることによって、比較的、その人件費をかけすぎずに、売り上げをキープできるという意味でも、私は最初こそ、まあ、レクチャーは必要かもしれませんけど、慣れてきたら、どん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 お客様にやっていただいた方が、売り上げというよりも利益がねあの、残るんじゃないかなっていうふうに思っています。 だからまあ無人化、無人化ってよく言ってますけど、無人化もなかなか大変じゃないかなと思っていて、普及するまでが。なので、まあ、私は個人的にはやっぱり人の雇用を生み出すという観点からも、標準化っていうのを目指していっていただきたいなって、コンビニ各社に対してはそう思ってます。まあ、ただね、その、 新たなコンビニのあり方検討会の中でも結構赤裸々な数字が出ていた通り、やっぱり人が関わるということは、その人の生活の、例えば、10時間とか10何時間とかっていう起きている時間、もっと長いかな、をその時間に費やすということでして、雇用が生み出される反面、長時間労働になりやすい、特に人手不足を感じているお店に関しては、 その人の一人一人の負荷がかかってしまうというような、まあ、課題もあるわけです。でそこについてはいろんな方がいろんな考え方、いろんなアプローチ手法で解決を試みていますけども、今の無人化とか精進化っていうのが一つの解決策だとしたら、私が対応できるのは、やっぱりその人の部分にフォーカスをして、その一人一人がモチベーション高く働くっていうことも 大事なのかなっていうふうに考えています。まあ、これは時間がかかる話ですし、形の見えないもので仕組みかというよりは、もう本当に地道な地道なアプローチであり努力だと思うんですけど、でもその視点をかけさせてしまうと完全に機械に頼り切ってしまうということが起こりうるので、私ができることって言ったら、皆さんのこうモチベーションに寄与する動きをしていくことなんだなって思ってます。 精進化、無人化とかってこう言うのは簡単ですけど、でも、やっぱりそこで働く人たち、コンビニが好きな人たちも結構多くて、その人たちが自分の仕事を誇りに思えるっていうことは、とても大事,じゃな大事じゃないかなっていうふうに思っております。そうすることによって、コンビニ業界で働きたいっていう方が、もっともっと増えてくるんじゃないかなって私は信じているので。 なかなか道のりは決して簡単ではないですけれども、これからも前向きにコンビニ業界を応援して、さらにさらに良くなっていくための取り組みを続けていきたいなと思っております。コンビニ社労士、安さやかのウィークリーコンビニラジオ。 さて、ウィークリーコンビニラジオ第66回もいよいよ終わりの時間が近づいてまいりました。もっともっとそのコンビニを応援するための動きっていうのをみんなでやっていきたいなと思ってます。まあ、前向きに取り組んでいくっていうことをですね、やっていきたいなって思っておりますので、もし応援していただける方や一緒にやりたいっていう方がいらっしゃったら、ぜひともお待ちしております。例えば、 <タッ> FM 技能ワンさんのメールアドレスにご連絡いただいてもいいですし、私のツイッターとか他の SNS とかホームページからのお問い合わせを使ってご連絡いただいてもいいです。もう本当にいろんな方と一緒にやっていきたいなと思っています。このムーブメントはですね、本当にもうなんか数人でやっててもあまり影響は大きくないので、もっともっと あの大きな力を使っていきたいなと思ってますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。さあ最近すごい寒くなってきましたね、一気に冬仕様といいますか、もうなんか秋を一気に飛び越えそうな感じで、えーまあ、最高気温が19度とか17度とか、20度を下回ってきている、まあ、この関東近辺なんですけど、 まあ多分この後も11月もい人にも入りましたので、そろそろ本当に本格的に寒くなってくるよなということで、風邪とかをね、こう引かないように皆さんご注意ください。あの、体調を崩しやすくなってきていますし、まあ、最近だとあの、海外はね、また新型コロナウイルスの感染拡大が爆発的に来ているということで、でまあ、イギリスがまた外出制限、厳しい外出制限を課して、来月の上旬まで、 2日ぐらいでしたっけまで、えー、いわゆるロックダウン状態になるということで、まあ、そうなってくると本当に経済への影響が計り知れないですよね。日本で、まあ、今年の4月、5月、6月あたりのあの状況、緊急事態宣言下の時も含めて、経済が思いっきり打撃を受けた時を考えると、あれもう一回やったら本当に日本は大混乱ですよね。まあ、今でさえその時の時影響が まだまだ残っているお店とかあの会社とかがすごく多い中でもちろんそこから新しい取り組み新しい事業にチャレンジしているところも多いんですけどただみんながみんなそれができるかって言ったらやっぱりできなくてで GoTo トラベルキャンペーンとか GoToEat とかいろんなその国の施策が動いているわけなんですけどただ、まあ、な何が大事かって言ったらもちろんその経済を活性化させていくことも大事なんですけど もうここからは一人一人の健康管理めちゃめちゃ大事になってきますで、まあこれだけ今皆さんが感染拡大防止に向けた取り組みをしていることで今までよりはもしかするとインフルエンザも流行らないかもしれないし新型コロナももしかするとあまり大変なことにならないかもしれない日本は本当にそういう意味では皆さんが私も含めてですけど しっかりと対策をとって対応しているということもあって、そんなに爆発的な感染拡大には及んでいないということなんですけど、ここで気を抜いてしまうと、それこそヨーロッパの二の舞になる可能性は十分にあるわけです。ですので、皆さんの周りの方も含めて、ぜひ健康管理、体調管理、同じかなしっかりしていきましょう。ということでした。 いやーでもヨーロッパの感染拡大はすごいですよね。今までよりもまたさらに感染者が拡大しているということもあって、まあ、ちょうどアメリカでもその大統領選挙があって、多くの人が集まる状況にまたなりつつあるというかなっていて、で、その中で一人でも二人でもこう対策を取らない方がいると、やばいことになるわけですよね。 うん、だから何て言えばいいかわからないんですけどやっぱり一人一人の自分一人だったらいいだろうじゃなくて一人一人何があるかわからないからっていうことで取り組みをしていった方が長い目で見た時に早くこの事態が収束するのではないかなというふうに思っております。うん、まあでもとにもかくにもね私も今のところ風邪もひかず 本当に元気に過ごさせてもらっていて、とはいえ10月からいろいろと状況が変わりまして、なんかすごい時間の使い方がまた課題になってきてるんですよね。えー、何が増えたかっていうと、事務作業の時間が圧倒的に減ってしまって、というか減らざるを得なくなったんえっ、ー、と、減らさざるを得なくなったんですけど、その代わり誰かとのやり取りをする時間がむちゃくちゃ増えました。これはこれで、 まあ、オンラインとか電話とか対面も含めてなんですけど私個人としては誰かと話をするっていうのはすごく好きだし大事なのでやってるんですけどでもねなんかその代わりさっきの請求書の話じゃないけど事務作業の時間とか実務の時間はなかなか取れなくなってきてるのでこれちょっと課題だなっていう風に感じております。まあ、皆さんはもも本当ににに時間の使いいい方方ととか、ね、いろいろ課題思思われてる方もいると思いますが一緒にいろいろ 課題はクリアしていきましょうまたこの話にも触れたいと思います。ということで、ウィークリーコンビニラジオパーソナリティは私、コンビニ社労士の安さやか、そして経営コンサルタントの高橋英樹さんにも対談ではご登場いただきました。それではまた次回、来週この時間にお会いしましょう。